気の皆さんの前でこう元気でいられるっていう、営業だと思って頑張ってます。本当は結構ネクラなんで、家にいるときはね、でも家にいるときもうるさいから家族と。いやでもそうですね、なんか僕色紙に明るいところに花は咲くって僕色紙にいつも書いてるんですけど、まあ暗い顔してるより、まあ、なんか明るくニコニコしてる方が幸せが舞い込んでくると思うので、人のためっていうよりはまあ自分のためになんか陽気に明るく言おうとはしてますけど、こうしたらもうそれが癖になっちゃったので、はい、別にあんま意識はしてないです。